開催となります。コロナの、ね、影響などもあってなかなか開催することができなかったんですけれども、久々の甲子園ラーメン祭りということで、私本日進行を務めさせていただきます ABC テレビアナウンサーの横山太一です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。かっこいいよ。おでこにステッカー貼ってくれてる人がいる。ありがとうございます。ありがとうございます。この甲子園ラーメン祭りをですねやるにあたりまして、甲子園球場から一緒にコラボでイベントやりませんかというお声掛けをいただきまして、今回はですねもう本当に関西を代表すると言ってもいいような店舗が5店舗並んでおりますので、このイベントが終わったらね皆さんにもぜひ召し上がっていただきたいなと思うんですけれども、私はこのイベントでしか食べられないスペシャルトッピングというものを店主の皆さんと一緒に考えさせていただきましたので、ゲストのトッピングも合わせて後ほど召し上がっていただけたらというふうに思います。じゃあ私がね長々喋ってもあれですんで、早速スペシャルゲストの皆さんを紹介させていただきます。まずは NMB48 から甲子園グルメ大使を務める川上千尋さん、平山麻衣さん、坂下真子さんです。どうぞ。マコ、マコ、マッチ、マッチ、千尋、麻衣です。麻衣、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 お願いします。さあ、そしてもう一人いらっしゃいます、スペシャルゲスト阪神タイガース OB、 こちらの方です。どうぞ。おこんにちは。もうちょっと声出して。いるいやいや、この歓声すごいですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとお一人お一人自己紹介していただいてもいいですか。はい、ちょっとここで失礼します。いきます。はい、川の上でも氷の上でもちひーちゃん。ありがとうございます。大阪府出身25歳のちひーこと川上千尋です。よろしくお願いします。はい、皆さんが好きなのはビューティーキューティー、それともオールマイティー。マイティな女性になりたい大阪府出身21歳のマイティこと平山麻衣です。よろしくお願いします。はい、あなたの心はどこにある。あっち、そっち、マコキュー。心は全力投球。ありがとうございます。マコチこと坂下マコです。マコキュー、いつも辛いよ。そしてそして、はい、教えてもらったの。さっき移動中練習してたじゃないですか。やってみる、やってみる。はいはいはい、どうぞ。お願いします。はい、いきなり、今なり、隣に、今なり、みんなの、今なりのためお待ちの皆様、今なり今なりの一番可愛いって人生で一番恥ずかしいかも。感じたくないけど、これ何かわいい。移動中のエレベーターの中でずっと練習してました。練習してました。これね、忘れた。聞いてて圧倒だって。アイドルすごい、ね、やっぱり本間ものはね、この距離で聞くとやっぱ違うね。アイドルだ。アイドルだ。さすがアイドルということで、はい、ちょっとね雨も降ってきてますけれども、どうですか、皆さん座れそうですか。はい、ちょっと濡れてそうだったらそのまま立ったままでも大丈夫です。すごい、これちょっとね雨降ってきました。立ったままの方がいいかな。ちょっと濡れちゃうもんね。じゃあちょっと雨が止んできたら座るという感じでいきたいと思いますけれども、はい、豪華ラインナップで今日はお送りしたいと思いますが、改めて甲子園ラーメン祭りということでお店の方も豪華ラインナップでお送りしております。今日は甲子園ラーメン祭りで食べられるラーメンとスペシャルトッピングを後ほど皆さんにも召し上がっていただいて、いいの、魅力を伝えていただけたらと思います。よろしくお願いします。でさらになんですけれども、今日甲子園ね
試合ないのに、はい、わざわざ今日は皆さんにお越しいただいたということで、金土日のみ抽選会というものを行っております。ラーメン1杯食べていただくと抽選券が1枚もらえまして、はい、毎日100名の方に今私がしてますこの甲子園ラーメン祭り限定 T シャツをプレゼントさせていただくという、欲しいですよね。これ買えない、怖いんです。もうここでもう当てないともう一生これを着る機会がないという。なるほどね。この素材もいいんですよ結構ね。あ、好きなやつか。そう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 、好きなやつ、あの風通しいやつ、汗かきにくいやつ、夏にはいいね。夏にぴったりの T シャツなんで、皆さんぜひねラーメン5杯食べてもらって抽選券5枚だと当選確率も5倍になりますので、よろしくお願いいたします。さて甲子園ラーメン祭りということで、皆さんは普段ラーメンって食べますか？食べますよ、めっちゃ。嘘だね、食べますよ。いや、この体型見たらちょっとね、日常的にラーメン食べている体型ではない。横並びたくないんですよ。並びたくない。細い。顔もちっちゃい。デブ普通みたいな。普通もなんか微妙だな。もうちょっとなんか言ってくれよってちょっと思いましたけど、目の辛さみたいな、なり方でお願いしたいですけど。え、食べるの？食べます、大好きです。え、チヒーはじゃあちなみに好きなラーメンとかってありますか？私はあのこの前あの YouTube 撮影で行かせていただいた醤油ラーメン、はい、のお店の醤油ラーメンがすごい美味しくて、今ずっと味噌ラーメンが好きだったんですけど、はい、醤油にハマってます。こっち側に来たな。いや来ましたね。立派なメンバーがですね。本当に。いや嬉しいですね。恵比寿町のね、美味しい醤油ラーメンのお店行ったんですよね。そうなんです。ねえ、はい、醤油ラーメンもぜひ召し上がっていただきたいなと思いますけども。平、はい、山さんどうですか？私も本当にラーメン大好きで、もう最近NMB48 ってこうナンバを拠点として活動させていただいてるので、うん、もう最近ナンバ中のラーメン屋さんをもう一人ちょっとバレないように帽子深くかぶって、はい、もうサラリーマンさんと一緒に食べるっていうのをもう最近ずっとしてます。豚骨ラーメン食べに行ったら、ウェディッシュを受けてるんですよ。あ、そうですか。いや、そうです。いや、でも、もう豚骨も醤油も味噌も塩も全部大好きです。そんなイメージないな。ナンバのラーメン屋さんよく行くんで、いろいろ教えてあげますので。あ、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしますんで。高橋さんどうですか、ラーメン？私もあのドロッドロの豚骨ラーメンがすごい好きで食べるんですけど、あのちひさんと一緒でこの前、うん、あの醤油ラーメンを食べたんです。久しぶりに、はい、そしたら醤油の美味しさに気づいて、あのそこから虜になりました。マカロンしか食べませんって顔してるの。いや確かに雰囲気はもうちょっと栄養バランス考えていろいろ食べてほしい。マカロンだけはちょっと危ないからそうなんですよね、はい。え、マリさんは現役時代でもやっぱアスリートだからそんなラーメンばっか食べてらんないですよね。現役時代もラーメンあんま食べなかった。ああ、やっぱりそうですか。主食として食べなくて間食としては食べました。間食でラーメン、朝昼晩食べますか、ちょっとお腹すいたなっていう、なんかほどみたいな感じで。お、なんか現役時代はメインで食べたことなかったんですけど、お現役引退してからこうなんて出てくる速さと、はい、そのラーメンの魅力にちょっと取りつかれて、一気にラーメン食いすぎてめっちゃ太ったんですよ。あら、あの阪神の上本博樹さんっているんですけど、はい、あの人がラーメン好きすぎて、うん、僕を夜中12時台に電話かけてきて、はい、行くぞみたいな、で僕迎えに行って、はい、ラーメンツアー。あんなになんかスタイルいい感じなのだから調べといて、僕調べといてお前チェックしとけみたいな、はい、だから神戸のなんか鶏タイタンラーメン食べたりとか、およく言いましたよ。あ、そうなんですね。アッシーです。俺が野球界です。タイガースって言ったらメッセンジャー投手のイメージありますよね。そこね、分かるよ。トンコツラーメン大好きっていう。今なんかベタンセス投手もあのラーメン屋さんをツイッターにあげたりしてました。でもね、外国人選手ってみんな好きなの、はい、あ、そうなの、ね、特にトンコツラーメン。この前ビーズリー投手もヒーローインタビューで言ってましたね。トンコツラーメン好きなのよ。そうなの、そうなの、ね。みんなもう豚骨ラーメンのために日本球界にやってきてると言っても過言じゃない。豚骨ラーメンって言ったら人気出ると思ってるっす。いやでも親しみちょっと湧いていい感じしますよね。さあ今日はねラーメンを食べていただきたいなというふうに思うんですけれども、人数分の5店舗ラーメンをこれからご用意いただくということになっております。ラーメンはまだ届きはしませんかね、はい、もうちょっとお時間がかかりそうという感じなんですけども、実は一昨日ね、私なりさんと一緒にこの甲子園ラーメン祭りの会場から、はい、ニュースを変えるの生中継でね、
ここでやったのよ、やらせていただきまして、我々はもう実は1回5杯食べてる、そう、美味しかったですよね。もう美味しかった、もう全部の味全部ちゃんとコメントできるよ。で改めて今日は ね食べていただきますけども、その時になんか特に印象に残ってたラーメンとかありますか？やっぱあれかな、北海道のやつかな。あー、北海道のね、海鮮のやつ。はい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 、ここからは一番そう奥のあのホタテってそう書いてある麺屋斎藤さんのね、あれ伊勢海老オマール、あれ伊勢海老です。伊勢海老が半身ドン乗ってる、ホタテドン、貝柱ドン、飲んだドンで、リハーサルなしでやったんで、その伊勢海老剥くのにもうナリさんが5分ぐらい時間かかったんでスープ熱くても指でいこうと思って、あじじじじみたいなでね、2人がもううるさすぎて、はい、中継ではね、そうですね、現場うるさすぎるっていう、現場うるさすぎるっていう感じで、まあ、それだけ大盛り上がりだっていうのをね、伝えられた感じでよかったんじゃないかなと思いますけれども、ラーメン来ない、ラーメンはまだ来ないみたいですね。いいよ、皆さん3人の写真撮っちゃって今邪魔するけど、マジでめっちゃすごい顔してる、おいみたいな顔してる、すごいですね。皆さん優しいので安心してください。いいね、 NMB のファンはやっぱいい。ラーメンが来たようです。じゃあ早速1つ目のラーメンを、これ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 、いただきましょう。はい、どうぞ。こちらが麺屋斎藤の、はい、北海道味噌ラーメンなんですけど、すごいですよ、すごいですね。あの、5店舗ありますんで、1人ずつ食べるということになります。ちょっとネギなんか欲しいですか？あ、どうぞどうぞ。見えない、ちょっと濡れちゃってね、ちょっと、じゃあ、あのスタッフー、スタッフー、メガネをちょっとスタッフー、これ避難していただいて、はい、スタッフー、柳坂野さんみたい、カノエコ、あなたのつけ麺、いや、スタッフって言ってるんですよ、カノエつけ麺、言わないよ、最後そういう機会じゃないから、じゃあ座りましょうか。今スタッフさんが椅子を拭いてくれたみたいなんで、よいしょ、はい、うわー、うまそう。じゃあ、あの私が責任持ってこれはいただきたいと思います。食べなかった、食べたな、食べたな、チッキー味噌ラーメン好きって言ったもんね、はい、これがいい、いい、あ、いいですか、すいません、ちょっといいな、いいな、これスープが濃厚な、いや、そうなんですよね、本格的な麺の硬さもね、良くてね、あ、ありがとうございます、ナリさん、じゃあ、いただきます、実食、スープから、スープ最高、ずっと飲める、極上、うわもうだって日本人って味噌汁飲んでないですか。味噌ね、もう味噌食べるだけでホッとするじゃないですか。確かに、そこにもこの北海道のもうこの芳醇ないろんなものの旨味詰まってるんで、絶対うまいやつだ。これ人が美味しそうに食べてるのほんまムカつくでしょ、ね、皆さんもお腹空いてきたんじゃないですか、ね、うわー、空いた、どう言うことないですね。いや、これね、これね、僕も食べたんですけど、コメントしようがないのよ。ないです。これで飲んだ瞬間に、いや、もう本当に染みる感じです。出た、僕苦戦したやつね、抜くのに苦労した、そう、以前、すごい、すごくない、すごい、すごいでしょ。さーて、横山様、何秒で向けるか、スタート、1、2、3、4、無理でしょ、いらないね、ほら、これね、絶対手がいいんですよ、指手でいっちゃった方がいい、僕ね、あ、すごい、あ、すごい、すごい、はい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 、うわー、プリンプリンです、優勝、何と競ってた、みかんみたい、みかんみかんみたい、ほら見た目がみかん、こっちね、そう、こっちみかんみたいね、あの柄も、あの伊勢海老の柄もみかんみたい、はい、いただきます。これね、しばらくちょっと喋れないから僕喋るんで、プリップリなの、しかもね、あのね、あ、味がすごくね、この、ね、この汁がね、吸い込む伊勢海老でね、汁のこのね、旨味がね、ぐわーってくるんだけど、最後に噛んでると、エビの旨味が後から追いかけてくる、そして最後にホタテもやってくる、これこそ海の幸のラーメンでございます。野球選手ですよ。そうなの、よく言われる糸井さんとかでもね、お
前やめた方がいいよ早く。僕は今日引退したんですけど、周りからまだできたんじゃないか、年齢でもなくね、体的にもどうなのかと言われたんですけど、糸井さんにはお前は正解や。絶対そっち行け。タイムを見抜いてた。そう。本当にも口の中ギシギシ喋れなかったですね。そう、俺ね、すごくね、僕も食べたんだけど、うわーってもう口全体が伊勢海老になるから、食べたいでしょ。食べたいです。食べれません。あとで、ご自分のお金で、ぜひ自腹で地域とかにさ、ね、はい、小金井さん食べたいんですけどって言ったらね、出しちゃうよね。出しちゃうよね。みんな出しちゃいますよね、それはね。食べたいですけど。おー、ナッツ皆さん、ちょっと100円ずつ買ってしまっていいですか。自分で出しなさい、自分で。みんな今までね、してくれるよ、そんなの。これラーメン1杯ね、一律1000円なんですけども、メンバーがスペシャルトッピングっていうことで、伊勢海老と、カニと、うん、さらに大きいホタテが乗って、最初1500円でって言われたんですけど、やっぱもうちょっとお財布に優しい方がありがたいなと思って、今回1000円。おー、すごい。すごい。え、横山さんパワー。横山さんパワー。すごい。このトッピング決めたの誰か知ってる？そのお兄さんよ。どうも、メンバーです。ありがとうございます。気合入ってんのだから今回のイベントは。私だから本当にセンス良くてちょっとムカつくのよ、うん、なんでムカつかなくてよくないですか。ムカつかないで、美味しいよ。だから北海道行かないでも北海道堪能できちゃうんですよね。僕ね、日本ハムファイターズにいたんですよ。はい、味噌ラーメン食べたことありますけど、これ上位に来ますよ、これ本当そうですよね。北海道の味噌ラーメンよりも下手したら美味しいんじゃないかぐらい。あのね、北海道の味噌ラーメンもスープに飲み干せるんですよ、うん、でもみんな味噌ラーメンってちょっと濃いめになるじゃないですか、はい、これ美味しいね。皆さんちょっと味噌ラーメンに一票来てないですかねえ。確かに食べたい。でもあの1500円を1000円でってちょっと値切った時に、あの店主の斉藤さんの表情は多少曇ってました。なるほど。原価やばいんですけどみたいな。絶対高いもん。いや、そうなんですよね。伊勢海老でかいもん。普段は絶対もうこれ出せないですよ。だからこそこのイベントでね、召し上がっていただきたいなという特別感がいいね、思っております。続いてのラーメンいきましょう。お、誰だ。続いてのラーメンはなんだなんだなんだ。お、はい、チッヒーの醤油ラーメン、究極の塩です。塩、何が来た、何が来た。チャーシューめっちゃでかい。あー、それね、はいはい、そうそうそう、メンファクトリージョーズさんの、はいはい、究極の塩。ジェイキー、みんなの前で食べるって恥ずかしいよね。お行儀とか見られるから、箸の使い方とかね。でちょっとネギとか出たらもうテヘテヘってしてるよ。あ、それはまた可愛らしいね。え、いいですか。あ、どうぞどうぞ。いただきます。わあ、いいな。ちょっとスープからいきます。はい。これうまいんだよね。これはうまかったですね。うわぁ、うわぁ、しみる。ね、あっさりしてますね。うんうん。麺からいっちゃっていいですよ。好きなのいっちゃっても、もう全部喋れるから俺。このラーメンについて。あっさりなんだけど、しっかりと濃厚なんですよ。そうなんですね。あの、貝の出汁が結構効いてる。ね、いいよね。いいよね。おいしい。食べるね。ね、うん。幸せです。このジョーズってね、複数店舗運営してるんですけど、もうその1号店から2号店から4号店から京都綾部店からもういいところ作り。あ、そう、出してきた出してきた。それスペシャルトッピングね。メンバーがスペシャルトッピング。これがね、沖縄の郷土料理パイカという豚軟骨。ちなみにそのちょっと色変わってる先端とかあるじゃないですか、うん、これ軟骨全部いきますか。うん、食べてください。うわうわ、これもプリプリです。うん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 。この前ロケの時にこれ全部行き過ぎて全然喋れなかったって。いや、そうなんで、しかも成さんテンション上がりすぎてラーメン食べる前にトッピングから食べちゃった。すごいっつって。そう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 。で、また麺に戻ると美味しいんですよね、それね。うん、真ん中の、うん、めっちゃ歯ごたえあります。うんうんうん、美味しい。いいね。なんかあっさりしてるし、本当に濃厚で。皆さんでもチッヒーが食べるとき写真を載せるって珍しいんだよね。どう、なかなかないですよね。イベントでそもそも食べるってそんなないんじゃないですか。そうですね、この更新グルメ大使のこういうイベントでしか、うん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 、食べないと全然食べたいですよ。いやもう、
いいよ、ずっと食べとくから俺みんなが食べてる間、こっそり横に自分の分食べといてもらっても大丈夫ですね。隣の人もこうやってやってもいいから、ね、何で分け合いをしてるシェアも OK っていうね。確かに。でもシェアとかしてもいいよね。いや、そうですね。いろんなやっぱあるから、ご家族とかで来てたら本当にね、いろんなラーメン食べられるんで、その方がいいかもしれません、ね、最低でも3食食べたい。食べたいですよね、せっかくここまで来たので、ね、抽選券もいっぱいもらえますし、ね、その方が。でも5人でみんなで買ってちょっとずつ食べてもいいかも。あ、いいですね。いや、そうなんですよ。大勢で来るのおすすめかもしれない、ね、で、そのもうアイカっていうね、今の大きいチャーシューあったじゃないですか、はい、器からちょっとはみ出してるよう、はい、これはプラス500円。あら、おお、はい、500円って安くない？いや、そうですよ、こんな大きくて500円の価値よりありますね。ありますよね、はい、で、商品みんなが買うより大きいから。いや、確かに間違いない。僕のことでっかいってやったけど、僕の方がちょっとよかった。ちょっと恥ずかしかったですそうね、NMB の3人よりは大きいですね、チャーシューの方がね。アイドルはポテンシャルすごい、ポテンシャルが高いです。でも軟骨かもやらかいの初めて食べました、うん、うん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 、よく煮込んでると思うんで、美味しかったです。これもぜひトッピングをつけて召し上がっていただけたらと思います。じゃあ続いてのラーメン持ってきていただきましょうか。お願いします。誰だ、来ましたー。俺じゃないか。はい、買いました。めっちゃ目あったから俺かと思ったらもう。あ、それはね、ラーメン富士ですね。出た。京都福知山のラーメン富士の創業50年を超えた至高のチャーシュー麺。美味しそう。すごいですね。もう麺とスープ見えないですもん。そうなんです。ここから見てて。ねえ。醤油ラーメンでしょ。これ醤油ラーメンです。これね、いいのよね。いいですね。してるやつだよね、はい、で京都らしくちょっと背脂乗ってたりして、うわいいな、食べる前に全部言わないでください。我々一回食べちゃってるからごめんこのチャーシューもすごく美味しいんだよ。美味しいですよね。悪いやつ。スープからいただきます。はい、確かにね、ご飯食べる前にこのラーメンこういう味なんですよ先言われたら結構困るよね。いや、そうです、言うことなくなっちゃう、全部言ったろ。うわー、美味しい。入ってますけど、あっさりしてて、全然重くない、うん、うわちょっと。でも女性が食べても相当思うところがね。いや、そうです、ね、濃い味になるけど、はい、優しい味ですよね。あー、いいね。うわ、美味しそう。美味しそう。その細麺が合うんだよね。そう、いってらっしゃい。お母さんみたいな。いってらっしゃい。今日も元気で、いってらっしゃい。めっちゃいいね。うまいよね。どんだけ顔くしゃくしゃにして笑うのよ。いいよ、そうですよね。麺ももちもちで、スープもしっかり絡んでるし、美味しい。もうこれラーメン界の真骨頂です、うんうん、行ってください、まさかもう今すぐお勧めしたくなるぐらいのね。お勧めじゃないです。行ってください。みんなさ、イベント聞きながらこう食べたみたいな。あ、そうです。対してさ、確かに言ってることちょっと違うっていう時は言ってもらって。言わなくていいでしょ。3人の時は言わないで、こっちサイドの時。あ、そうですね。大さんの時に特に言ってもらえた。僕ら打たれ強いから。これはどっちがおすすめ？まず普通のチャーシューがたくさん乗ってるんで、じゃあそれちょっと1枚ペロッと食べてもらいましょうか。すごい軽いと思うんで。軽いよ、これ。薄めのチャーシュー。薄めのチャーシュー。なんかもうスタンダードで乗ってるんで、そんだけいっぱいチャーシューが。めっちゃ味染みてる。ねえ、薄いからこそね、いいですよね。染みるんですよね。なんでお邪魔しない。そしてね、そしてスペシャルトッピングいきましょうか。で、何かわかりますそれ。何だと思います？焼肉みたいな。おお、近い。近い。正解はハラミステーキでございます。ラーメンにステーキってあんま聞いたことないでしょ。いいんです、いいんです。カビラさんが2人いました。カビラです。世代的に分かるから、ジョン・カビラさん分かんない可能性あるから、お召し上げてください。楽天カード。あれ J さんの方です。そう、うわ、いいよね。うわー、何これ。すっごいお肉ジューシーで、うん、このために肉汁出てきますね。うんうん、ステーキソースとかじゃなくて、ラーメンのスープに。そう、いいこと言う。それね、お帰りの中継同じことで言った。だから舌が一緒なんだ。食べたら分かるっていうことですよ。違いの分かる。きっとそんな感想出ると思います。そ
そう、そのハラミステーキは一個特徴として、ほらラーメン屋さんで置いてある胡椒あるでしょ。でそのラーメン胡椒をかけてるんで、だからそのステーキをラーメンの中に入れてもうまくその胡椒が橋渡しをしてくれてるっていうね。でまたそのラーメン胡椒で味変にもなって、ちょっとさらに昭和のラーメン感も感じられる。この通りです。コメント泥棒いる。私考えるから一応ね。でもその通りだよね、本当にね。いやでもそれだけ楽しんでもらえてよかったです。食べてほしいです、これ。ありがとうございます。次俺かな、どうでしょうか。次は誰の手元にラーメンが来るんでしょうか。お願いします、どうぞ。俺じゃない、違いましたね。何これ。はい、そちらはですね、トリュフ香る炙り肉盛り進化でございます。そうね、お肉にね、トリュフバターをちょっとつけてまして、おしゃれ、豪華な。僕ちゃん何歳？18歳です。でさ、トリュフの香りするって言えるんだよ。確かに。トリュフ初めて食べたら何歳だったんですか？先輩の結婚式ですよ。こそうと思って食べたら何だこれと思って。出てきますよね、ああいうのね。はい、すごい。なんか、このスポイトみたいなの。あ、そう、これね。味変アイテムスペシャルトッピングなんで、はい、まずはじゃあそれを使わずにお召し上がりいただいてもいいですか。はい、いやー美味しかったね。よみがえる、本当ですね。スープからいってください。取り上げたらどういうこと言うか楽しみですね。楽しみですね。あ、でもめっちゃなんか濃厚なんですけど、ハマグリの出汁がからこうずしーんってきて、すごいコクがあって濃いです。あ、すごいね、的確なコメント。ハマグリのお出汁も入ってる鶏白湯なんで、まさにそういうね、ちょっとクリーミーさあるんですけど、さっぱり食べられちゃう。ほら、食べたいですよ、この2人も、ね、食べたいですね、ね、いただきます。俺、ここにラーメンやったらずっと食べてる自信あるから。喋って、多少は。うん、なんかツルツルです。うん、美味しいでしょ。はい、なんとでも歯ごたえがあって、美味しいです。ねえ、それの辺にね、よく合うんですよね、スープね。さあ、鶏いくのかな。いっちゃいます、トリュフバターいっちゃいます。もう女性でも口ちっちゃかったりすると大変で食べる。いや、そうですね。あー、一口でドーン。トリュフバターいただきます。はい、あれ、あれ。バターがもう、あの真っ先に来るんですよ。はいはい。その後にこう鶏の脂身がすごいマッチしてて、すごい美味しいです。香りすごいんですよね。そう。トリュフとバターがインパクトありますもんね。初めて食べたラーメンです。うん。でこれさ、ライスだったらガバガバいけるよね。はい。ラーメン屋さんでまずトリュフってそんなないですよね。確かに確かに。すぐ米食おうとするからな、僕。ラーメンと米って最高でしょ。ね、合うよね。合いますよね。組み合わせ最強。さあ、そして。まだ終わりじゃないんですよね。そう、この味変アイテム、ラー油を、じゃあ、入れちゃいましょうか。辛いの入れんの？わぁ、結構入れる。結構いくね。辛いのいけんの？いけないです。なんでこんな入れたの？ちょっと、これやっていい？まあ、やったらいいんだけど、本当に。ちょっと、せっかくなんでね。せっかくなんでね。美味しそうだな。辛くない、大丈夫、辛くないよ。クリーミーなスープがね、どう変わるのか。辛くない、いける、いける、あがちいける。めっちゃ辛い顔してる。いけるよ。いただきます。どう？でも、辛いんですけど、スープがまろやかな。あ、そうか、そうか、中和されるか。そう、だからそのスープにね、合うように、その自家製ラー油もそんなに辛くはしてない、誰でも食べられるようにっていうことにしてます。おいしい、すごい変わりますね。お、うんうん、いいですね、これは。濃いので、後からこう味変できたらすごい、はい、最後まで食べれそうに。すごいよ、辛いの食べれない勇気も堂々と言ったもんね。結構堂々と食べてます。全部食べましたね。そんな体張らんでもいいのにと思いました。食事で辛いか、ね、はい、来るかなと思ったら全然、いけるって。そう、結構マイルドラー油なんだ。そう、大人っぽい。ティッシュもらおうか。あざとく青のりつけてます。ああ、それでございます。お二人がいるんじゃないですか、もしかしたら。真のチャンスだったかもしれませんね、今のはね。この3人が青のりついてもいいけど、こっちついてたらさ、いや、もう地獄です。地獄絵図です。どうせ前までつけて、
じゃあラーメンコーナーはこれで終わり。三条企業。はい、じゃあ早起きでお腹も減ってるナリさんのところに最後のラーメンをお願いします。あ、もうなんか溢れ出てる。ナリさんせっかくなんで皆さんにも見せてあげていただいて、はい、どーん、見えます、ラーメン小僧、鼻際の強さ。さすが、いやいやするわ、当時大変だからもう演技刺さってます。やばいよこれ。すごい。笑いすぎる。おじさんおもろいでしょ。これね。はい。濃厚豚骨ラーメンにさらに背脂を大量にぶち込んでもらった禁断の豚骨ラーメン。演技はね、動かないの。いやそうなんですよね。チートで。チートで今日は。ちょうどいいかも。はい。いっちゃってください。どうです？最高だわ。え、はい、ザ・ラーメン、ザ・ラーメンですね。メンボ、メンボ言ってください。これね、昔雑誌の企画で私があのラーメン小僧っていうお店とコラボしたことがあって、もともと濃厚豚骨ラーメンのお店だったんですけど、さらに背脂もドーンって入れちゃったらより濃厚になっていいじゃないですかって言ったら、これが人気メニューだ。そうなんです。もう作ったようなもん、作ったようなもん、すごい。今度ビールでもおごってください、ラーメン小僧。本当に。あー、手振ってください、手振ってください。あー、いた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 、すごい。どうです、ちょっとね、乙女がね、全部あの麺がスープをかっさらってくるから、うん、この油が、はい、絡んで最高でーす。もうね、濃厚好きな方はこれ一択じゃないかなと思いますけどね。いいのが好きな人はこれ、もう本当にライスと餃子ください。はい、こう麺をあのご飯にボンって乗って、一緒に食べたい。いや、そうですね。もう今から僕食べるんで喋りかけてください。喋っとけ、トークショーなのに。本当ですよね。あっさり好きのね、方はもう食べなくていいんじゃないかっていうぐらいの濃厚的に向けたラーメン。これスペシャルトッピング。今谷さんの顔より長いですよ。同じくらい、同じくらいだった。本当だったらやばいな。これ食べたらさ、なんか犬みたいになっちゃうじゃん。舌長いワンちゃんだね。舌長いワンちゃん。だいぶ長いね、ワンちゃん。ちょっと一口で全部いけないぐらい長いですね、チャーシューが。ちょっと相手が強い。これいいですよね。でね、あと一番好きなラーメンで好きな卵。卵。うわ、おやー。このヒットヒットのね。いやー、いいですね。たっぷり染み込ませて。ご飯ください。ご飯ください。合わせたくなりますね。これやった後にもう君にスープ絡ませて、はい、2回に分けて、これで、うん、染み込ませて、あ、そ、中にもね入れて、分かる分かる、美味しそうだろう。美味しそうですね。あ、そうなんですよね。豚骨でしっかり出し取ってるのも、うん、で、あ、そのね、卵自体の味もついてます。だからか。はい。美味しそう。あの、お家では作れる。え？今でさ、生きてる？え？今のどういうリアクションだった？お家でどうせ作んないだろ、普段。味玉っていうリアクションから。はいはいはい。これ、ね、一番簡単に作れたんですよ。あ、そうなんですか。これね、めんつゆあるでしょ。はい。ドンだけですよ。卵ですか？そう。えー、これやったことある人いますよ。ほら、ほら、いた。ほら、一番手が早いですよね。味玉で、最初、卵、煮卵を作りたくて、やったんですよ。はい、そしたら、
ある日突然と、お姉さんの友達に、麺つゆ簡単よって言われて、それと配合しても一緒だから、そこからちょっと高めとか辛いの入れたら、そこに入れたら、なんで染み込む。で、忘れて1週間ぐらいしたら、とんでもないことになった。卵がもう卵じゃなくなる。何日がベストなんですか？ベストな。あのね、2日ぐらい。ラーメン屋さんはもっとこだわって作ってる。ね、でもこれは違う。いや、そうなんですよね。これは、今の特大チャーシューがプラス800円で、で、元々背脂ドーンと入ってるんですけど、さらに背脂上からぶっかけたらプラス100円。かけれるんですね。そう。なんですけど、さらに、この大きい海苔と、卵と、もうネギと、イクラゲと、もう全部ついて、500円。だから、チャーシュー、背脂それぞれつけるよりも、もう全部500円でつけちゃった方がすごくお得です。なるほど。すごい。イクラゲ絶対トッピングするわ。イクラゲ大好きですよ。あの、豚骨ラーメンにイクラゲ合いますよね。ラーメンのメーカー全部イクラゲでもいいの。それもラーメンちゃうやん。もうそれ豚骨イクラゲやん。イクラゲってめっちゃ体にいいんですよ。そうなんですか。これはね、はい、マジで本当よ。卵とキクラゲからそんな話広がると思いませんでした。何でもいけるからね。さあ皆さんにね、召し上がっていただいて、今日ね、ご来場いただいた方もラーメン食べたくなってきたんじゃないかなと思いますけども、一応甲子園ラーメン祭りなので、はい、ちょっと野球のこともね、簡単にお伺いしていきたいと思うんですけども、もう皆さんがラーメンあまりに美味しそうに食べるんで、もう時間がなくなってきました。安心クイズ。でね、嘘よ。急に何始まったんだろうと思って出してくれたかなと思いましたよ。笑いすぎ、興奮してもう水落としちゃいました。衝撃でお水落としちゃいました。すみません。さて今日はね、甲子園で試合ないんで、今日は千葉に行ってますね、はい、今日は阪神ロッテとの試合なんですけども、はい、ナリさん交流戦始まりまして、はい、タイガースにとってはちょっとね厳しいスタートになりましたけども、どうですか交流戦。いやね、あのここで僕は正直なこと言います、はい、この交流戦で上がってこなかったら阪神これから上がってこないです。あ、じゃあ交流戦の間にちょっと浮上のきっかけを見つけた。打線ね、打線ね、はい、で今のプロ野球って交流戦の山場で、はい、これによって大体決まるんですよ、うん、で去年のタイガース思い出したら交流戦強かったんですよ。おー、そう、ウデさん、はい、それがないと一気に負けます。しかもタイガースセリーが混戦なんで、うん、ガタガタガタって下がるのも早い。ただ上がったらだだだだと5ゲーム6ゲーム多分ついて1位になる。あ、じゃあその交流戦での戦いっぷりっていうのがシーズン通して本当に大切になってくるということですね。ちょっとグルメ大使の3人は注目してる阪神の選手います？いや、坂下さん。はい、私は才木投手に。おお、日曜日を勝ってるイメージですもんね、はい、そうですね。やっぱりあの粘り強いピッチングで、うん、パリーグ打線も抑えてくれるんじゃないかなと期待してますね。パリーグの勢い止めてほしいですね、はい、最後にね、はい、山さんどうですか、注目して。私は今で言うとやっぱり佐藤輝明選手は今2軍にいらっしゃいますけど、まあ、交流戦中にこう上がってきてくれたらなというふうに思ってて、それこそ2日前にチッヒーさんと一緒に甲子園観戦してたんですけど、はいはい、やっぱりちょっとスタメンにいないちょっと物足りなさというか、うん、会いたい、なんか見たいなっていう風な気持ちを、はい、もう阪神ファンの方全員持ってたと思うので、うん、ちょっと交流戦さらにこうパワーアップしてなんか戻ってきてもらえたらなというふうには思ってます。確かにね、優勝に向けては絶対欠かせないピースですもんね。じゃあチヒは、はい、私は渡辺亮選手。おお、今ちょうど交流戦のタイミングで1軍に来て、で結果も結構残されてるということで、うんうん、やっぱパリーグにもともといた選手なので、うん、パリーグにもともといた、ね、ちなみに日ハム阪神今ないの経験なんですよ。ほら今なり2世おこめたい、おつけらんねえな、ふんだみがふんだみがなれねえな、さすが先生思ったより全然これで、ぜひ聞かせてください。あのパリーグの投手とかにもやっぱり慣れてらっしゃるのかなっていう、うん、スピードとかも速い投手とか多いので、はい、やっぱりその渡辺亮選手の一つのピースは大事なんじゃないかなと思ってます。直球破壊王子ね、はい、直球破壊してもらいましょう。どんどんすごいとこ目をつけてるね。さすがですね、大大高校の1位ですから。あ、そうだ、スーパーショートが入ったんですよ、大型ショート。高校生の時有名でしたもんね。超有名でした。はい、スキーマンになってくるのかというところで、
何さん見ますか、一人挙げるとしたら。キーマンか、そうだな。クイズにします、それこそクイズに。クイズにします、はい。クイズ誰か僕が出す、はい。だーどうしようかな。クイズ、えぇ、ー、なに、なんだ。チッキーは知ってるかな。僕の現役時代の背番号は何番でしょうか。シンキングタイムスタート。一生シンキングしてもなんか答え出てこないんですよ今。ヒットは大竹投手です。お、はい、チキー49番。ちっちゃい声49もすごいか細い声で上位置か細い声だった。チキーが全力で言ってこっちが恥ずかしくなる。よかったですね、やめてもらえて。よかった。その49番の大竹投手のね、活躍なんかも期待したいなというふうに思いますけども、うん、さあ、あっという間にね、あちらに時計あるんですけれども、イベントの予定時間1時までだったんですけども、1時過ぎております。はい、寂しいですね。僕帰りますけど、3人置いて帰ります。一緒に踊りますよ。3時ぐらいまでじゃあ3人でね、フリートークしていただいても全然お貸しします。ファンが喜ぶと思うので、お貸ししますってな。じゃあ最後にあの写真撮影大会ということにしますんで、じゃあ皆さんちょっとせっかくなんでね、はい、前にお越しいただきまして。お、うち落ちちゃってる、大丈夫。確かに拾おうか、これだって拭きたいでしょ。ちょっと待って、でもあれじゃないですか、やらしいでしょ。えあ、うわいけねえ、ほらねえ、よっ、高橋さんの、うちは。じじい、じじいなんて、ずっと、こんな痛いの。ちょっとあれですかね、じじいで挟みますか。あ、挟む、挟む。ねえ、僕、そっち行こう。じじいじゃないですよ。いや、じじいで挟みますか。じじいで挟んで、はいはい。じゃあ、三方向ぐらいからの写真撮影タイムにしましょうか。はい、ポーズなんかないの。ポーズ。なんかある。あ、じゃあ、新曲の。おお、ポーズですか。これが、I love you。はい。合ってます。合ってます。はい、じゃあ。じゃあまずはステージ向かって左側の皆さんにじゃあポーズをお願いします。イエーイ。10秒台にします。よかった、一番後ろ通り、一番顔ちっちゃく見えるやつやん、これ。あ、あでも逆サイド、逆サイドに行った時は逆になりますんで。はい、大体取れました。取れました。ありがとうございます。じゃあ次向かって正面の皆さん、はい、撮れてる？撮れてますか？ちょっとさ、ズームにして3人だけ撮るのやめてよ。確かにちょっと距離開けた方がいい。そういうようにこうやってね、ね、微妙な距離感。今目あった人それやってるでしょ。撮れましたでしょうか？はい、じゃあ最後向かって右側のお客さんに、はーい、ポーズ聞いてあげる。はい、お願いします。はい、おー、いいよいいよいいよ。みんなさ、カメラを見る眼差しが優しいよね。ね、ね、僕らが選手の時の、あのみんな殺意的な目ではないの。ちょっと客層が違うんでしょうか。いやいや、僕らが阪神ファンで言うと、でもあれはね、僕が好きだったね。はい、まあ、それがやってやるってモチベーションにもね、いや、なんかね、なんか愛されてるなと思いましたよ。はい、試合に出てなかったらそれ言われないんですか。ああ、そうですね。じゃあ幸せなヤジということで OK かな。はい、じゃあ OK ですかね。はい、では写真撮影も終わったところで、今日のスペシャルトークショー以上とさせていただきます。スペシャルゲストの皆さん、どうもありがとうございました。ちょうど晴れてきました。雨弱まってよかったですね。今から3時間行きましょうか。行きますか。雨じゃその結果降りれば全然大丈夫です、はい、NMB の喋れない話。そうですか。これ聞きたいな。この後仕事あるんだけど残ろうかな。タイガースの話だったらいかでもするよ。でもね、マイクで拾ったの急なのお偉いさんが来たら当然聞きちゃいけない話でしょ。しかもでは、はい、40分、50分ほどになりましたが、皆さんありがとうございました。
これ僕が行かないとみんな帰れないですから。はい、京都は京都は、おい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 、マイキーいいね、なんか、はい、ラーメンは後ほどいただきますんで僕は近くに、ね、スタッフさんに持ってきていただきましょう。ありがとうございました。マコチありがとうございました。マコチ